様より山本キットカレー選手の入場です。続いては今大会の裏メインとも呼ばれる対戦がラインナップ。リミット65kg、実力者ひしめくシュートライト級、その激戦区に嵐を呼ぶ男、ハルケンキッド、フェアブレッド大宮から山本キッド則文25歳。ミュンヘンオリンピックレスリング日本代表の父を持ち、姉の美優、妹聖子は女子レスリング世界王者と、まさにレスリングサラブレッドの彼。彼本人も99年インカレ優勝、さらにオリンピック出場権のかかった全日本選手権で準優勝と、層の厚い男子レスリング界で紛れもなくトップクラスに位置していました。そんな彼が沿線井上の魂のファイトを見て、このプロシュート参戦を決定、決めました。まさにその戦いがキッドのファイトスタイルに見事受け継がれています。ライト級8位の暴れん坊、ランキングアップへ向け今リングへ。今夜の戦いを前に、対山本キッド則文戦の抱負を聞くと、開口一番、やばいですね。でさらに、レスリング全日本選手権2位の人からテイクダウン奪えますかねと弱気な発言。しかし、別のインタビューでは、彼の寝技の技術はまだ未知数、レスリングとシュートはやはり違うものとも答えています。彼の心の中には大いに賞賛があり、シュートジムケーズファクトリーから、現在シュートライト級第3位、今姿を現しました勝田哲夫24歳。昨年5月シュートライト級に衝撃が走りました。圧倒的な力で日本人トップをことごとく沈める北京のことアラスサンドリ・フランカ・ノゲイラの殿下の宝刀をしのぎ切り、判定で北京の無敗記録に終止符を打った勝田。その後チャンピオンシップでは不敗を取っ格を取ったものの、当然現在も見据えているのはそのチャンピオンシップ、すなわち下位ランカーに負けるということは夢が遠のくということ。再加速へ向けて勝利は絶対条件。リバリングイン勝田哲夫。第6試合ライト級3回戦を行います。アコーナーフェアブレッド大宮所属162センチ、 64.9キロ、ライト級8位、山本キッド則文。山本赤コーナーケースファクトリー所属166センチ、 64.9キロ、ライト級3位、勝田。続いてはランキングのライト級のランカー同士が戦いです。5分3ラウンド、赤コーナーライト級第3位勝田哲夫、一方青コーナーライト級8位山本キッド則文。すでに山本の表情は笑いさえ浮かべています。一方悲痛な表情の勝田です。こちらが山本キッド則文。さあ第1ラウンドのゴング鳴らされました。ランカー同士の戦い、いきなり頭から入って右のパンチ入れていきました。山本キッド則文上からパンチの連打、さあ勝田はこれをしのぎ切るかどうか。高島さん、いきなりです。これは勝田は気持ちで押されてますね。もう、あ、そうですか。しっかりもう一度自分取り戻して、ね、自分が普段やってきたことを信じることですね。阿部選手、まずは本当に戦う前から山本選手の方がもう素敵な笑顔で、しかもこのままで素晴らしいですね。そうですね。これ気持ち的にはどうでしょう。まずは上位ランカーの勝田の気持ちになると今
まあ、勝はやっぱり3位ですからね、負けられない気持ちもありますし、そういうプレッシャーと、あとは、まあ、そういう部分で、まあ、キッドよりかは強いプレッシャーがあると、あ、かかられたと思いますけど、まあ、キッドの方が楽ですよね。さあ右のパンチ、これ一本に絞って上から、あんまりもらわない方がいいですよ。どうですか、ここまで入ってます。入ってると思います。気をつけないとダメですね。春脇選手もね、これで鼻頑張ってやられてますからね。そうですね。そういった意味で阿部選手、下の勝田のこの攻撃に対する焦りっていうのは感じますか？うん、まあ、あのだいぶ慣れてきたんじゃないですかね、最初のプレッシャーから考えると。なるほど。一つしかしいいパンチ入ります。はい、わー、笑ってますね。阿部選手、かなり山本選手の方がこれ1本に絞ってその入れる場所をこう探しながらですよね。そうですね、うん、しっかり腰を突き出して体を伸ばすようしながら上からパンチ、もう一つ。勝田選手、足とかね、ちょっと狙ってもいいと思うんですけどね。なるほど。勝田、目つぶっちゃダメですよ。いやー、これも入っていますね。テンプルのあたり捉えているスポンド、左のパンチ、ちょっと蹴って離すとかね、逆にもうしがみつくとかね、どっちかしないとダメですよ。さあ、ここからもコーナーで押し込んでおいてパンチのラッシュ。勝田、アッパー、フレアクを切った。勝田、もっと自分を信じてほしいですね。ダメ、ダメ、ダメ。ここでドントムーブがかかります。この体勢のまま、戦いリーチに戻って再開。いやー、もうパンチ、右のパンチ振り下ろしたってしょうがない。山本、右のパンチ、もう一つ。阿部選手、下の勝田の方は、あー、でももらってますね、これも。そうですね、もらってますね。これもう防御に回ってる一方なんですかね。そうですね、まあ、これ中途半端な距離だから当たるんですね。中に入るなら入る、もう完全に突き放すなら突き放す、どうしかしないと、まあ、キッドが殴れる距離ですね。そうですね。田島さん、まあ、ここまでは山本キッドの激闘ですね。キッドはもう、自分の力を完全に信じてますし、はい、自分が絶対相手に勝つんだって、はい、そういう気持ちで戦ってますよね。これね、見た目ほどに2人の強さはほっとしたらないと思います。でも2人の気持ちの差が、ちょっと今動きが止まりました。いや、パンチ止めた、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 止めた。いやー、恐ろしいまでのパンチのラッシュ見せました、山本キッド範文。レフリーが思わず止めた。阿部選手、はい、勝田は上位ランカーの勝田が何もできずに終わりました。今の正直な感想どうなんでしょうか。そうですね、僕はもっとそんなにあれはないとは思ったんですけどね、まあ飲まれてましたね。阿部選手、まあこれはありえないことですが、もし今の戦いの相手が山本の相手が阿部選手だったらどんな冷静になりましたか。この男と戦うとなるとどうなんでしょう。戦うと、そうですね、最初のプレッシャーね、やっぱり強いんでね、その分気をつける、あとはまあ先に当てるっていうところですかね。自分の打撃を鼓舞するように両の腕にキスをしました山本キッド範文。高島さん、これが最後のシーンですね。いや、でも本当に強いです。ちょっとね、最後はやりすぎっていうのはやっぱりあると思いますけど、はい、そういう部分もあっても強いし、なくなったら実はもっと強くなるんじゃないかと。なるほど。まあ、いわゆるそのスポーツとして確立しているこのシュートの中にあって、ちょっとその野獣的な怖さを残している選手ですよね、本当に。その部分を対戦相手が怖がっちゃう、でもやばいですね。なるほど。高島さん、一方敗れた、勝田の方にぜひコメントいただけますか。勝田には、試合中にも言ったんですけど、もっと自分を信じてほしいです。自分を信じる、自分のやってきたことをもっと自信持ってほしいです、まあ、当然、まあ、ライト級は一度負けるとこれかなり次は苦しいぐらいの混戦ではありますけれども。そうですね、でもまだ次あるわけですね。リング上でここまで弱気な姿を見せちゃうのは後引きますよね。さあ、では最後に阿部選手に一言伺いましょう。当然この山本キッド範文、いずれは戦う可能性大いにありますね。そうですね、まあ僕はやりませんけどもうすでに戦う可能性がいっぱいありましたが、でもやっぱりある意味戦ってみたいというか、どんなもんだろう。そうですね、やっぱ強い選手はもちろんやりたいですよ、はい、そうですか。さあ、その実現も、そんな遠いことではないかもしれません。遠征井上がセコンドについていました。勝利は山本キッド範文です。勝田哲夫から完勝、 TKO で勝利を奪っています。
Join me.